人手が足りない。人事からの連絡によると今日から新人が来る。使えるやつが来るといいんだが、指導によると社会経験がないのか。もう1時間も過ぎてるのにまだ来ない。舐めてんな。初日から遅刻となるとあまり期待できないな。遅れて申し訳ありません。お、来るか。これが新人。お、特徴的な歩き方。はい、やってきました。指示待ちを。22歳男性、新卒社会人。はい、ということでやっていきましょう。指示待ち人間ラン。いや、オープニング映像ね、起動した時に流れたんやけど、録画ミスしちゃって、今 PV の映像ちょっとね見せたんやけどね、あのあとなんか意外と体がっちりしてるな、君期待できるよ、僕頑張ります、指示してくださいみたいな話の流れがあって、タイトル画面っていう感じでした。はい、今録画できてるな。はい、指示待ち人間ランやっていきましょう。まあさっきの新人指示待ちおくんが多分なんか指示されるから急いで言われたことをこなせみたいなゲームだと思います。はい、まあ社畜ゲーやね。プレイ、2000X4月、 Day1、 4月の1日から働くの。社会人ってそうやったっけ。で、研修最終日、ここまでとりあえず行くのが目的かな。やっていきましょう。はい、お前指示されないと何もできないじゃないか、早く動け。指示魔女君、指示されてるよ。なんで動かないんだ。失礼だったらすいません、もしかして上司になるの初めてですか。こういう時にどう指示をするべきか教えてほしいですか。教えよってほしい。え、どういうこと。どういうこと。何様。半角 S 字入力で走れ。ちょ、早い字幕が。お互い気持ちよい仕事をしましょう。はい、え、な、な、これ、な、入力すんの？走れって。はい。はい、走れ。走った。右に移動しろ、左に移動しろ。あ、あー、そういうことね、そういうことね。右に。ちょ、あ、詰まってる。あ、右って言うだけでええんや。右。じゃあ、左って言ったら左行く？あ、ちょ、これちょっと指示ましょう。わかんない。ちゃんと指示出さないで。左になった。あー、ごめんなさい。そっちか。いや、なんかおかしいと思ってて、なんかあなたっていうの上司っていう名前や、上司の名前があなたになってるからおかしいと思ってて。上司が僕か。指示待ち人形を操作するんじゃないんや。上司を操作して指示待ち人形を操作しなあかんねや。なんか僕の想定と違うわ。これタイピングゲームってこと？いけいけ。右にで、さっき曲がったやん、なんか知らんけど。右にでいけるんじゃ。で、左にでいける？はいはい。僕、ちなみに、コマさん、タイピングめっちゃ遅いで。キーボード見ながらやってるから、さっきから。マップ見れへんしね。これ右ね、右ね。右、もう、下手くそ出てる。ん？右に、今かかった？え、右にじゃあかん？鬼耳になってるしね。もう、遅さ出てるやろ。右に移動しろ。さっき右にできたやん、指示待ちを。一回指示できたことは、それは守れよ。一回できたやからさ、できたことできんくなんならおかしいやん。スライドしろ。よかったか、今。ジャンプしろ。はい。おー、肩どうなってんの。右に、壁やけど、右に移動し、無理、このゲーム。僕無理かも。ブラインドタッチとかやつできへんねんけど、絶対キーボード見ちゃうねんけど。走れ、行け！走り方から、指示待ちおくん、今までの、なんか人生の辛さが出てるね。苦労してきたんやろうな。ちょっと待ってや。なんかさ、右に左にって言ったとき、左下の、ゲージ減ってんな。ちょっと、あ、オッケー。わかった。僕ミスってるんや。これは？ジャンプしとって、いろいろわかった。オッケー。理解しました。右にで曲がった時とか、左にで曲がった時あったやん。あれはミスっとんねや。左下のあの、元気ドリンクみたいな。あれ、ライフなんや。元気ドリンクの数まで省略して打てるんや。ごめんなさい、指示待ちおくん。僕はちゃんとしてませんでした。右に移動しろ。これちゃんと打たなあかんわけね。今もしミスってた。あかん、タイピングの下手さが出てる。スライドしろでいいの。
扉をスライドしてんのか。で、ジャンプ、上、これ、上の白ね。あれ取らなあかんねや。この辺、そう、白い線のところでジャンプして、ナイス、よかった。関節、お前どうなってんの。はい。よっしゃ、死自身。いやー、想像と違う。想像と違う。僕、指示待ち人間になりたかったのに、指示出し人間にはなりたくないんですよ。責任取らなあかんから。勘弁してよ。走れ。デイツー、行きましょう。行け!ジャンプしろ。どうタイミング、どうタイミング?そこの穴開いてるタイミングね。さあ、ジャンプ!この会社どうなってんねん。エアリアル。エアリアル、しろ。勝てる?合ってるよな、これ。エアリアル、はい。おーおー、お前やるな。身体能力だけはあんな。スライド白で開けて、次はジャンプか。ジャンプ、白。僕、指示出し人間いけるわ。上司の才能めっちゃあるやん、コーナーさん。前転しろ。ほらね。彼の人生が今まで一度もうまくいってへんたんは、この敵役に指示できる僕みたいな人間がいいひんだからやねんな。指示、町尾君。この会社来て正解やったね。この小村さん、上司小村さんが、スライディングしろ。あー、なんか、めっちゃローマ字、めっちゃローマ字になってる。いやー!D ってどうやって打つん?皆さん。D の打ち方わかる ?D に小さい。僕普通にさ、DE って打って、次小さい LI って打つ方法しか知らんねんけど。D ってどう打つん?普通の人よりそれなんかタイピングの仕方遅いんですよ。それだいぶハンデやねんけど。スライデーで小さい、これ、この打ち方。はい、もうなんか馬鹿にされてんねやろうな。コメント欄で。スライディング!ウィー!え?白線の上であったやん。白線過ぎてからやなかのか。このパーセンテージなんやねん。適当すぎやろ。行くぞ、しじまじ人間。走れ。スライディング。こんないちいち指示しなあかんねやったらさ、僕が働いた方がマシじゃねえ。スライディングしろ。一人指示出して一人しか動かしてんやったら、もうこれ僕が働いた方が人件費賄えるやん。ちょっと指示町尾くん首にした方がええんじゃん。最後はジャンプって決まってんのか。いや、余裕。タイピングの神。はい、ジャンプ。うぃー。やったぜ!身体能力も抜群。指示したこともちゃんとこなす、こいつは。ちょっと体が気持ち悪いだけやねんな。結局なんか、私、指示待ち人間なんですっていうやつでさ、お、どうした?お前、毎回右移動しろとか、もっと察しろよ!察してあげられますし、左側のモニターに指示を提案してるって言いましたよね。右にとか左にでも移動しますよ。意味が通じる、それは早く言えよ。今日は業務開始だ。あれ、右に左でも行けんの?なんちゃらがある限り、いくらでも。ちょ、君ら、喋るの早いね。君ら喋んの早いね。で、右に左でもいけんの?僕の考察何やったん?これ左下の元気ドリンク減ってたやん。走れ。キックしろ。じゃあ、キックでいける?キック。あ、キックできる。はいはい。あ、でも元気ドリンク減ってるよな。僕の考察?考察っていうか、僕の考えは一応合ってたね。省略したら、やってくれるけど、しじまちくんの元気は減るんや。なんかめんどくさいな。まあ、指示待ちくんはしっかり指示したことはやってくれるからね。結局さ、なんか、僕指示待ち人間なんでとかやっててさ、結局能力ないねんな。意外と指示、ダイス。指示したこともできんやつが結構多いね、そういうこと言うやつって。でも指示待ちくんはね、指示待ちおくんはちゃんと指示したことは完璧にこなすから、それは偉い。指示待ちくん、君のことは僕が完全にコントロールしてあげるよ。任せて。あ、おお、よかったよかった。今の僕、あかんかったよな。指示待ちくん成長したな。完全に今、小村さんの指示間違ってたけど、ちょっと後半英語で喋っちゃったけど、察してくれたね。いや、もう指示せんでもできるやん。最終的に何も言わずにやってくれるんじゃん。おお、何やこれ。絶対立っちゃいけないところに立ってる気がするけど、指示待ちくん。はい、行って。右に移動しろ。このタイミングで、今行っていい?このタイミング、いいんちゃう?キックしろでええんかな?はい。電話鳴ってるけど、しじまちくん出んでええの?
なんかだいぶ簡単やな。走ってだけやで、シジマチくん。おお、なに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 なんすかこれ。ニコ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 、今ニコニコとか見れへんのじゃないの。チーク。左、左、移動先、あー、バカー。いや、タイピングしてる時に画面見れへんの辛いわ。はい。まあ、小村さんがね、ブラインドタッチとかいうやつできるのが悪いんだけどな。あ、電話を取れたら、電話、取れ。はい。電話どこにあったん？電話取らへんたからさっきニコニコ止めときたんかな。電話。キック。左。なんで左行けんねん。左行けよ。お前右とか左でも行ける言うたやんけ。お前自分の言ったことできへんの？自分の指示出したことできてへんやん。そういうところあかんねんて。これやからもう若いやつお前嫌いわ。22歳。クソがよ。若いんやからこそやれよ、いろいろ。指示したことしかできんっていうのはもう年取ってから脳が衰えてからでええねんて。若いうちはいろいろやれって。これ、こういうことね、こういうことね。で、スライドしろ。完璧。ちょっと早すぎたな。何やこの BGM。おしゃれなところ勤めてんな、お前。まあ、ああ、ちょ、早すぎ、早い。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ナイス、シジマチくん、いいよ。ちょっと上司の焦りが伝わったな、今。ごめんな、急にタメ口、ジャンプジャンプって言っちゃって、アクシデント起こった時はしゃあないやん。そんな顔すんなって、しじまちくん、今顔見えへんけど。しじまちくんが就職するにはちょっとおしゃれすぎるよね、ここ。ちょっと来る場所間違ってたんちゃう？スキヤとかでよかったやん。チーユみたいな顔してんもん、しじまちくん。どこ？キックショー、どのタイミング？なんかあの回ってるやつ、あれ何？ハンマー？何あれ？何これ？取って？おー。何持ったんそれ。しじまちくん、それなんなん？危ない。あー、ミスってるけど、あ、ハンマーなんかお助けアイテムがジャンプや、ジャンプや、クソ。おお、めっちゃ回る。めっちゃ回る、しじまちくん。ハンマーはなんか、指示せんでも、キック的なことしてくれるのかな？目の前の障害物飛ばしてくれるのかな？しじまちくん、このゲームめっちゃ実況しにくいわ。とりあえずハンマー取ってキックします。スライディ。くそ、まい。ジャンプしろ。はい。エアリアル。いいよ。スライド、しろ。はい。ついジャンプやね。ちょっと一回タメ口挟んじゃったけど、まあ、許してね。急に世界観壊れたな。そのハンマーないね。回すな。態度悪いな、こいつ。シジマチ人間はそういう変なことせえへんから。基本的に上司に目つけられへんように指示待ちしかせえへんねんやから。ちょ、解釈違いやわ。お、なんか、元気ドリンク落ちたらやん。走れ。スライディング、後ろ。よ、取る。うい。やるね。後ろ。うい。右に移動しろ。うい、よ。ジャンプかな、ジャンプかな。電話出てんだけど、大丈夫。左に移動しろ。という、見えてる。コマさん、昔はニコチやったぞ。これぐらい問題ない。スライド、ふい。元気ドリンクいっぱいあるしね。オーケー、ナイス。逆にもう居心地良かったまであんもん。昔思い出したわ。まあ、コメントとかしたことないけどね。気持ち悪い。気持ち悪い、あんなもん。俺はそっち側には行かねえぜって思いながらニコニコ見まくってたから。そういう人間やったから、小村さん。せ、デイ2、走れ。デイ10やから、そうそう難しいんちゃう。ほら、もう何言って、何書いてるか分からん。ほら、もう、今のは指示の自分悪くないわ。今のはもう指示してる人が何言ってるか分かってなかったもん。さあ、おそらく次が最終ステージ。みんな2週間で辞めたんですよね。今日の仕事を完璧に終えたら、僕も辞めんの。お前みたいな半分が調子に乗るな。ちょっと優秀だから調子乗るな。お前なんか今すぐやめてしまえ、バカ野郎。めっちゃ嫌ってるやん。一般人の最高到達点と書いてあるな。絶対にやめてやる。帰ったらええやん。え、なんこいつ、やめたいの？ここに就職したいとかないの？何が目的やねん、一体こいつら。だってやめたかったらミスったらええやん。どういうこと？全然そんな難しくないぞ。一
ちろん左行っとくか。左、はい。真ん中行っときたいな。左で。マジ。なんで今左行かへんだ。今左で行けよ。分かれよ。今のは。走る、左に移動しろ。そこ越えたら左に移動してもらう。後ろよ、完璧。つじゃんね。後ろ。上になんか早めにヒント出してくれるのが簡単にしてくれてるよね。これ別になくてもよかったと思う。めっちゃ簡単やん。どうした最終ステージ。こんなんでもう仕事辞めてもいいんですか上司。今までありがとうございました。うぃー。最後のバク転だ。バク転じゃ前提やったね。こんなところで働けるわけがありません。やめさせていただきます。体が動かない。どうした？指示待ち人間だったのがあだになったな。お前は一生我が社のままだ。お疲れ様だ。帰って休め。スライドしてった。指示待ち人間として育てられた結果、動けんくなったってわけね。もう指示されな、何もできんくなったわけね。いやーなんか最初は上司からめちゃくちゃなこと指示されてやるゲームやと思ったんやけど、ちゃうかったね。逆に指示する側のゲームやったんや。ちょうどいいボリュームやったんちゃう？もうそろそろ飽きるかなっていうタイミングで終われたし。もうちょっとなんか難易度高いモードあってもよかったかもしれんな。あ、こっから続きあるやん。はいはい。ちょっと覗いて終わろうか。なんで俺はやめられないんだ。はい。いや、エンディングあったけど、全然エンディングじゃないやね。30日間あるとかなんか言うとったもんな、上司が。こっから進んでったら難しくなっていくんかね。正直、ここまでのぐらいやったら、タイミング下手な小村さんとか全然、いけたしね。もう喋んの夢中でね。喋んの夢中で、何もできんだけど。てかあれやな、もう正社員になったっぽいから上司がいい日のがめっちゃ寂しい。あの上司って研修専門の上司やったんや。自分のことすら自分で決められない。嫌だ。俺は変わるんだ。あなた、あなた、あ、もう上司いる、上司いる。あ、後ろで見守ってんねや。上司。オッケー。終わりや。別にそんなにこの先興味ないわ。